い、どうも格闘技チャンネルのクッパです。はい、芦澤流星選手が久保優太選手の YouTube チャンネルに出演して浩司選手についてねちょっとお話ししていたので、そちらをとまとめていきたいと思います。芦澤流星選手はね、浩司選手に勘違いするなとか歯に衣着せぬ言葉で言っていて、とても面白かったです。そこで言っていたことをまとめます。タケルと天心の実現のためにっていうのは都合がいい。白鳥と最初にやっても確実に負けて天心ともできないから初戦で天心になったんだろう。落ち目の選手だからここでやるしかない。行動力がある、そこはすごいが俺はついていく人間ではない。プライベートがダサい。スポンサーからもらったお金でキャバクラに行ったり、いい時計を自慢したりするところが薄っぺらい。全部自分の金じゃないからキモい。テレビ放送があるので1ラウンドでは倒さないでくれという指示が出ている可能性がある。浩司がワンチャン勝てる方法があるとしたら、近い距離でガチャガチャで打ち合って当てる。しかし天心はその戦いに持ち込まないだろう。フル臓器になって K1 に帰ってきても俺はやりたくない。順序を間違えたあいつは本当に頭が悪い。さらに、K1 の違約金についても語ってて、記者会見で浩司選手がね、東京の一等地に新築が建つぐらいの違約金を払ったっていうことに対して、東京の一等地だと1億ぐらいなので、ここまでの契約違約金ではないので K1 のイメージが悪くなるっていうことで K1 側は怒ってるようです。でさらにそのね、違約金もどうせスポンサーに払ってもらったんだろうというふうに言ってました。久保優太選手も浩司選手対那須川天心選手に対してちょっと分析をしていて、勝負にならないというふうに言っていました。浩司選手はベタ足でステップを使えないから、那須川選手に対して防戦一方になるのではないかというふうに言っていました。さらに技術的なことでかなりの差があるとも言っていました。ちなみにあの横にいたサラさんは浩司選手のことを心配しておりまして、負けたらどうしようとか、負けたら救ってあげようとか、そういうふうにすごい優しい感じの言葉をかけてあげていました。YouTube を見てクッパが思ったことは、芦澤流星選手は本当にあの思ったことをズバズバ言って話を聞いてて面白いなというふうに思いました。やっぱりね、あの他の格闘家とか、メディアに出る人ってオブラートに包んだりね、発言コンプラとかを気にしたりとか、自分への評価とか気にしたりとかで言うことをやっぱりね隠してる、あのそこまでズバズバ言わない人も多いと思うんですけど、芦澤選手って多分本当に思ったこと全部言ってるんで、あの見てて気持ちもいいですし、エンタメとしては本当に面白いですよね。でちなみにこの前芦澤選手がアンチと戦ったあの企画は小沢海人選手のファイトマネーの6倍あったそうですね。で仮にね、あの小沢海人選手の試合がファイトマネーいくらか分かんないんですけども、3桁はないとして1桁もないじゃないですか。だから何十万とかだと思うんですけど、仮に50万とかだったら、6倍で300万円、仮に50万の計算だと300万円、300万円ってすごいですよね。30万の計算だと180万円、200万円近くか、でも 2から300万ぐらいは多分あれでもらってるんですよね。芦澤流星選手もね、久保優太選手と同じで、矢口トレーナーのジムにね移籍したので、今後ねまた K1 に復活してくると思いますんで、そのね本当の試合の方でもねまた楽しみにしておきましょう。ではここまでご視聴ありがとうございました。昨日の動画であのコメントとか高評価とかくれた方々本当に嬉しくてモチベーションになりますんで、この動画ここまで見てくれた人はね、必ず高評価ボタンとねコメント、あとチャンネル登録してない方はねチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。